久保さん、これからの働き方とかにしましょうか。うん。まあこれから本当にね、時代が変わって、もう本当に自分で、えー、なんだろうな、考えて、そして行動できる人じゃないと生き残ってはいけないと思いますよね、やっぱり。うーん。やっぱりその、なんだろうな、もう最近僕、あの、ね、近畿大学の卒業生の、 昔、もう何年前だ。堀江さんの話だったりとか、三木谷さんの話とかも結構何回も聞くんですけど、あれだけね、ぶっ飛んだ結果を出していて頭がいい。で、いろんなことを知っている人が、今のままじゃダメだよって言ってるわけじゃないですか。どんだけ考えて、どんだけ行動している人が、それをもう個体的なものを言っちゃってるわけですよね。今のままじゃダメですよっていう。 だから、一般凡人がどれだけ考えても、あそこに、じゃあ楽天作れますかと。ね。どれだけ考えて、どれだけ行動してたとしても、一般人がライブドア作れますかっていうと、多分無理なんですよ。あそこの境地に行った人が、もう今のままじゃダメだよって言ってるんだから、もう答えですよね、もはやこれ <laughs>、うん。答えはないかもしれないけども、もうほぼ答えなんじゃないかなと思いますけどね。今のままじゃダメだっていう。まあ、だって実際時代変わってるので、本当に。終身雇用もなくなったし。 そうだから今までの働き方ではもう本当に10年後20年後ぶっちゃけ本当にその言われたことしかできない人であるならばそこにその高い固定費,あの固定費払うんだったら AI やっときゃロボットやに任せればいいじゃないですか。<laughs> うん、まあ、今後その ai が 今までは人間がロボットを作ってたっていう時代ですけど、これからはロボットがロボットを作る時代になるので、これはね、もう倍速なんですよ。まあ今もね、まあ、工場とか行ったらね、車の工,工場とかもね、まあ、ロボットが作ってるわけじゃないですか。ゲ、えーンみたいな感じでね。で、これからはもう今までは作業が、わかります作業がロボットみたいな話ですよ。でもこれからは脳みそまでもロボットがやるって話なんですね。 だから人間のポジショニングってなくなってくるわけですよ。だから人間しかできないようなクリエイティブな発想だったりとかアイディアだったりとか AI にはない表現できないとこだったりとかその独創性だったりとかそれが求められるわけですね圧倒的に。だって単,単純作業だったら誰もう AI ができるしロボットができちゃうわけですよ。うん。だから人間しかできないことをやるしかないっていう。しかもそれも考えてね。うん。 だからまあ、あのー、そういう働き方をしないと生き残っていけないんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、あとやっぱまあ、久保さんにちょっと言われましたけど、うーん、まあさ最後のね、やっぱ会長から言われた言葉っていうのは僕はまあ本当最高のプレゼントだったんじゃないか。まあ厳しいですよ。めちゃくちゃ厳しかったけども、今思うと、まあ最高の、 あの最後のプレゼント。だから試、なんか、なんか、僕、この言葉が好きなんですけど、神様は乗り越えられない試練は与えないと。だからこれ逆を言うと、あの、試練を与えてくれてるっていうね。神様は乗り越えられない試練を与えないっていう。だから、試練を与えてくれるっていうね。ギブしてくれたっていう。試練をギブしてくれたっていうね。<laughs> いや、でもその試練のおかげで僕は強くなったんで、うん。 そう。だからまあ、良かったですよね。うん。あの試練がなかった本当に今ないと思います。うん。何度も結構、本当自己破産も本当考えましたからね。自己破産多分3、4、3回、3回か4回、3回ぐらいは本気で考えましたね。キャッシュフローきつくて。もうこれ、これコ本当まずいな、みたいな。何度もあったんで。うん。そう。 まあ続きも、あの、ま、辞めた後の話の続きもあるんですけどね <laughs>。上乗せ300万ぐらいっつうのもあるんですけどね。実は <laughs>。久保さん <laughs>。これはちょっと言わないですけど、内容は。上乗せ300万 <laughs>。いや、あれもね、パンチありま、てか、あれすげえ、もう最後の、僕がその自己破産考えたっていうのも、あの、結構それでかいですね。上乗せ300万請求されるっていう <laughs>。 そう。だから僕、もうお金ないから、分割でっつってね、一回ジャンプしましたからね、それ。すいません、みたいな。だから月50か、返済してたんですけど。で、6ヶ月か。5、6、30で。で、他の返済もあるわけじゃないですか、僕。だから MAX の時100以上返済してたかな。あ結構きつかったですね。しかも僕が、一番最初なんかね、今はちょっと安定してきましたけど、一番最初なんか、 ねえ僕そんな表出てなかった人間なんでそうだから最初はもうねきつかったっすね今思うとようやく4年目にしてようやくちょっとって感じですね踏ん張ったなっていう自転車操業4年やった結果だいぶ筋肉,筋肉つきましたねなんか自転車操業ってなんか あの悪いようになイメージあると思うんですよ。でも僕は自転車こぎ続けた,き来た結果、めっちゃ筋肉つきましたね。うん。これは、もう自信がありますね。だって毎月商品売る人いなくないですかそもそも。<laughs> そう。だからこれは結構僕の資産ですね。この筋肉は。うん。だいぶ心のマッチョになりましたね。だいぶ心のマッチョ。心の手話、手話ちゃんですね。 心のシュワルツネッカーになったような気がしますよ <laughs>。そう。まあ、あの、肉体はガリガリですけどね。筋肉はないですけど、心の筋肉はシュちゃん並みになったんじゃないかなと思いますけどね <laughs>。結構強いと思います。今、いろいろあったんで。うん。まあ、心の筋肉はね、目に見えないですからね。大事だと思います。はい。いってらっしゃい。